中山雄一は、日本のレーシングドライバー。東京都出身。1997レオンキッズカート2005、ジュニアカート選手権2006イタリアンオープンマスター2007ヤマハワークスカート 2007FTRS2010FCJ2011 全日本 F3 選手権 N、N クラス2012マカウグップ2015、スーパーフォーミュラ2015スーパー GT300。 2015インタープロと2016スーパー耐久2016アウディ R8LMS カップ2017スーパー GT3002018 スーパー GT3002018S 対862018ニュール 24H2019 スーパー GT5002020GT500 スープラ 2021S 対岡崎 GT3R 東京都世田谷区生まれ父親が アマチュアレーシングドライバーだったこともあり、幼少期からカートに親しんだ。5歳の時にレオンキッズレーシングスクールで初めてカートを体験。6歳からキッズカートレースに参戦を始めた。その後、東日本ジュニアカートレース等で頭角を表し、2005年にはジャフジュニアカート選手権とアータ、チャレンジカートレースシリーズでダブルタイトルを獲得。翌2006年は、 アータチャレンジのスカラシップで、イタリア選手権にし、シリーズランキング7位となった。この年の成績が認められ2007年は、ヤマハワークスチームに迎えられ、全日本カート選手権、FA クラスに、フル参戦、シリーズランキング3位となった。また、この年の5月に鈴鹿サーキット南コースで、行われたシック FIA、アジアパシフィック選手権にも出場し、 日本国内初登場となる KF エンジンによるレースを走り7位という結果を得た。さらにこの年はカートレースの活動と並行してフォーミュラトヨタレーシングスクールスカラシップを獲得した。2008年は満16歳となり、それまでのカートレースの成績を鑑みジャフ限定 A ライセンスを取得し、フォーミュラチャレンジジャパンに参戦。 フォーミュラカーレースの最初の年ということもあり、シリーズ13位という結果で終わった。また、この年の12月に、スーパー FJ 日本一決定戦にいる、ボーセモータースポーツより出場。初めて乗るスーパー FJ にもかかわらず2位となった。2009年は引き続き FCJ に参戦し、優勝こそできなかったが2位表彰台4回、3位表彰台2回。 レース中のファーストストラップも2回記録し、シリーズ4位となった。またこの年は、FCJ 参戦の傍ら、スーパー FJ 筑波シリーズに出場し、全6戦中4勝を挙げ、シリーズチャンピオンとなった。2010年も、トヨタのサポートを受けて3年目の FCJ に参戦した。この年で結果が出なければ、先がないところだったが、前線ポールポジション。 開幕後連勝、全12戦中10勝と、記録ずくめの結果を残し、8戦目終了時点で、早くもシリーズチャンピオンを決めてしまった。また、この年の FCJ は、初めて、鈴鹿 F1 グランプリの前座レースとして、スケジュールが組まれ、そこでも大観衆の前で、ポールとウィンを飾っている。この年の活躍が認められ、 10月にワールドシリーズバイルの3.5のルーキーテストに11月にはフォーミュラ日本のルーキーテストに招待参加した。これと並行してフォーミュラ BMW パシフィックの最終3レースにスポット参戦。初めての国際レース、初めてのマシンにもかかわらず岡山国際サーキットでの第13戦ではボールポジションを獲得。 レースでも1位でチェッカーを受けたが、レース後の再射検でメカニカルな不備を指摘され失格となった。翌日の対14戦では3位表彰台を獲得した。第15戦の中尾は予選中にクラッシュを喫し,し、24番グリッドからスタートし21位で完走した。また、この年の活躍が認められ、鈴鹿サーキットライジングアワード4輪を受賞した。 2011年はトムススピリットから全日本 F3 選手権 N クラスに参戦。F3 初年度にもかかわらず優勝3回、2位5回、3位1回という成績で最終戦までチャンピオン争いを繰り広げたが不運もありシリーズランキング3位という結果になった。2012年はトムスから全日本 F3 選手権に参戦。マシーンは 新型のダラーラ F312 となる。シーズン序盤こそメカニカルトラブル等の不運があったが、シーズンが進むにつれマシンのセッティングも改善され、シーズン終盤には5連勝を飾りシリーズ2位となった。初参戦となったマカオ F3 は慣れない、市街地コースに苦労したが決勝レースは21位で完走した。また、この年、 スーパー GT GT300 クラスにも鈴鹿 1000km レースにスポット参戦を果たした。マシンはエープリルヘイスプロプリウス GT。2013年はトムスから2年目の全日本 F3 選手権に参戦。参加13戦中12ポールポジション、優勝11回、2位2回という圧倒的な成績でシリーズチャンピオンに輝いた。また、この年から始まった。 インタープロトシリーズに2000、スポット参戦し、2回とも、ボールポジションを取るなど、新しいカテゴリーでも速さを見せた。スーパー GT はこの年もエープリルプリウス GT で、鈴鹿 1000km レースに、スポット参戦した。第60回記念大会となった、マカオ F3 も2回目の参戦を果たしたが、 規則により、旧型エンジンでの参加となったためテスト不足もあり12位完走にどまった。2014年は、国内トップフォーミュラシリーズである、スーパーフォーミュラに、KCMG より参戦した。マシーンは、新型のダラーラ SF14 となった、初年度であり、ルーキードライバーの一大エントリーということもあって、雨のフリープラクティスや、第6戦の菅生大会の決勝では、 終盤トップを改装し2番タイムに1秒近い差をつけてファステストラップを記録するなど随所で速さを見せたがポイント獲得はならなかったこの年もプリウス GT の第3ドライバーとしてスポット出場した鈴鹿 1000km レースでは2位表彰台を獲得したまた2年目となるインタープロとシリーズはシリーズに初めての出場となる スーパー対級では、インタープロトで、ST1 クラスに参戦し、シリーズチャンピオンに輝いた。2015年は2年目となる、スーパーフォーミュラに、KCMG より参戦し、雨の富士大会の予選で、Q3 に初めて進出し4番グリッドを獲得した。また最終戦の鈴鹿では、やはり雨の決勝レースで6位入賞を果たし初の、ポイントを獲得した。 スーパー GT はこの年にプリウス GT のレギュラードライバーとしてフル参戦をし優勝2回と2位1回の成績でシリーズ3位を獲得した。スーパー耐久はこの年が初参戦となるルボーセモータースポーツより ST-3 クラスにレクサス RC で第3戦富士大会より参戦し見事にこのレースでデビューインを飾った。また3年目となる インタープロとシリーズはシリーズ2位となった。2016年も3年目となるスーパーフォーミュラに KCMG より参戦し、菅尾大会の予選ではドライ路面発の急三進出を果たしたが、決勝レースではメカトラブルによりリタイアと噛み合わないレースが続きノーポイントのシリーズとなった。スーパー GT は新型プリウスのデビューイヤーとなったが、 優勝1回、2位2回の成績で、シリーズ2位となった。スーパータイは、前年同様ルボーセモータースポーツより ST-3 クラスに、レクサス RC で参戦し、優勝1回、2位1回、3位1回の成績で、シリーズ2位となった。そして4年目となる、インタープロとシリーズは、優勝2回、2位2回、3位2回の成績で、 年間のシリーズチャンピオンに輝いた。また、この年に、初めて会うリアウディア R8LMS カップに、KCMG より、スポット参戦し、上海国際サーキットにおいて、予選2位、第1レース10位、第2レース7位となった。2017年シーズンは、スーパー GT のチームを5年間在籍した、エープリルから、LM コルサに移籍し、 レクサス RCFGT3 で参戦した。新規チームにもかかわらず、富士大会とタイ大会で優勝2回を飾りシリーズ3位となった。スーパータイ級は前年同様ルボーセモータースポーツより ST-3 クラスにレクサス RCF で参戦し、優勝2回、2位2回の成績でこの年もシリーズ2位となった。 5年目となるインタープロとシリーズは新チームの K、チューンズレーシングに移籍してシリーズ7位となった。2018年シーズンのスーパー GT はチームが K、チューンズレーシングに変更となり、レクサス RCFGT3 の2年目のシーズンとなった。この年も鈴鹿大会とオートポリス大会で2回の優勝を記録したが他の大会での戦績が振るわず、 シリーズ6位となった。スーパーフォーミュラは WEC 出場のために欠席した小林カムイ選手の代役としてモテギ大会に参戦し13位で完走した。スーパータイ級はトム S スピリットから ST-4 クラスに参戦し4勝を上げて見事にシリーズチャンピオンを獲得した。インタープロートシリーズは2年目の K。 チューンズレーシングから参戦し、一勝を挙げて、シリーズ2位となった。またこの年にニュルブルクリンク24時間レースに、ゲスオリシングから、レクサス LC で、初出場し、多くのトラブルを乗り越えて、SP、プロクラスで見事に完走した。2019年シーズンのスーパー GT は念願の、GT500 クラスにステップアップを果たし、チームレクサスサードより参戦した。 デビューイヤーにもかかわらず、オートポリス大会で、見事 GT500 クラス初優勝を果たし、シリーズ5位となった。スーパーフォーミュラは、終盤の岡山大会と鈴鹿大会の2戦に、マーテム・マルケノフ選手の代役として参戦し、それぞれ15位、16位で完走した。スーパー耐久は2年目となるトム S スピリットから ST-4 クラスに参戦し、2勝を上げて、 シリーズ2位となった。インタープロートシリーズは3年目の経営チューンズレーシングから参戦し、一勝を挙げて、シリーズ2位となった。この年のニュルブルクリンク24時間レースも、ゲスオリシングから、レクサス LC で出場し、SP、プロクラスで完走した。またこの年初めてトヨタ画像レーシング86。 BRZ レースにグレーンガレージつくば十6 r にて、スポット参戦した。コロナ禍での変則的なシーズンとなった2020年にシリーズ。スーパー GT は2年目となる TGR チームサードより、新型車スプラで参戦した。パートナーの平気小場来年選手が、入国規制のために、第1戦、第2戦が欠場となり、代役の選手と参戦。 それでもコンスタントにポイント獲得を重ね第5戦の富士大会で嬉しいスープラでの初優勝を飾りシリーズ9位となったスーパーフォーミュラは岡山大会とオートポリス大会の2戦に小林カムイ選手の代役として参戦しそれぞれ11位18位で完走したスーパー対9は富士24時間大会のみ STX クラスに デンソーレクサス RCF で参戦。この大会は2位となった。またトヨタ画像ーレーシング86、BRZ レースは2年目となる、グレーンガレージつくばパチ1 6 r にて、スポット参戦した。2021年シーズン、スーパー GT は3年目となる、TGR チームサードより、スープラで参戦した。 予選では速さを見せたがレースでは接触やトラブルに見舞われることが多く最上位フィニッシュ4位が2回となりランキング13位だったスーパーフォーミュラはサッシャフェネストラズ選手の代役として近藤レーシングより第1戦から第5戦まで参戦し4戦を完走したスーパー対9はポルシェセンター岡崎より ポルシェ 911GT3R で参戦した。第2戦菅尾と第6戦岡山で優勝し、ランキング3位となった。インタープロートシリーズは5年目の K、チューンズレーシングから参戦し、ランキング6位となった。トヨタ画像レーシング86、BRZ レースは3年目となる、グレーンガレージ筑波 86R にて、スポット参戦した。ありがとうございます。